M8 嫌われる勇気第1話、人は変われるか変、今ここ。今ここ出ました。出るんです。ということで、今日から、嫌われる勇気の紹介を、勉強を、はい、というのは、これ出たのが、初巻が、第1発行が2013年、うん、結構前、7年前、で、いまだに、もうその棚に並んでるんです、普通に本屋さん行って普通の第1回目の棚に並んでいるっていうぐらい超ベストセラーです、で、僕もこれ、2015年に買ったんです、でそこから何回も何回も読み倒してるんですけど、閉じるたびに忘れる、で、これを機に、これを今回やろうっていうことを機に、いろいろ動画を見たんですけども、動画を見終わった瞬間に、あれ何を言ってたっけ、っていう感覚ないですか？あります、あります。僕も読んだことがあって、動画も見たことがあるけど、説明してくれって言われると何だったっけなみたいな感じに、そうで、やっぱり有名とこで言うと、YouTube 大学のあっちゃん、YouTube 大学のあっちゃんがすっごいコンパクトにうまくまとめています、けども、あれを見終わると、あっちゃん面白い、面白い、あっちゃん面白いが先に来る、うまいっすよね、うまい、さすがうまい、でもなんか我々としては、別の動画でエニアグラムっていうのを取り上げてるんですけども、もうちょっとその細かく深掘りしていこうみたいな、そうですね、細かく取り上げて、その何を心に留めればいいんだろう、もう一つずつ一つずつ噛み締めていこうっていう目的でこの動画を作っています、で、今日は趣旨としては、趣旨というか狙いとしては、このアドラー、すみません、嫌われる勇気、青年、悩める青年が鉄人、哲学の人のところに悩んでます、っていうので来るんですね、そこから始まりますと、じゃあ今日はその第1夜、第5夜まであるんですけども、今日はこの第1夜でどんなやり取りがあったかっていうのを紹介します、なんかもうこれだけでもその辺のセミナーに出た分ぐらいのカタルシスは第1夜だけで、第1夜だけでも、私はで、これ何が書いてあるかというと、この本、重要なところは黒くて太めの文字で書いてあるんですね、それを拾いました、これ裏面もあります、裏面もあるんですけども、これを拾い読みしていくだけで、もう十分、重要な部分は、重要な部分はあって、気づきはあると思います、で、何分にも、私も人は変われるか、って思ってる身であります、ここに出てくる青年と同じ立場、悩める、人は変われるわけがないと思って、僕はもうどうせダメな人間だよで、どちらかというと、悲観的にポジティブに考えてます、ポジティブ、って思おうとしている、で、いろんな心や陣之助さんのセミナーとかにも出たことがあるような弱い人間ですよで、変われないと思ってるんですけども、で、青年は言うんです、悩める青年は、鉄人に向かって、あなたですかと、世界はどこまでもシンプルである、って言ってるのはあなたですか、って言うと、人は変われる、世界はシンプルである、誰もが幸福になれる、っていうのがアドラー心理学です、で、その鉄人は言うんですね、あなたが世界を複雑なものにしているんですと、で、続けて、人は誰しも客観的な世界に住んでいるのではなく、自らが意味付けを施した世界に住んでいますと、多分わかります、心当たりが多分隊長、私、
あの同じ世界に住んでますよね。同じ世界に住んでで極めて近い愛知県の中に、うんうん、極めて近いところに住んでいて、うん、世代も一緒です、うん、昭和僕49年生まれ50年、はいはい、ほとんど一緒、うん、だけど多分見え方は多分全然違う、うん、そう同じ劇場に登場してるだけはずなのに同じものを見ても違うものに違うものに見える、うん、で問題は世界がどうあるかではなく、うん、あなたがどうあるかである、うんうんうん、でその勇気があるかっていうのは、うん、誰もが幸福になれる、うん、幸福になろうとする勇気があるか、うんうんうん、で、うん、鉄人は言って、うん、悩める青年ははぁ、うん、みたいなみたいなところです、うん、で鉄人は言うんです、うん、過去の原因ではなく今の目的で考えようよ、うんうんうん、で、まあ、この青年が、うん、いや僕の友達に、うん、なんかその引きこもってるやつがいるんです、うんうん、それはあの過去の原因だって青年は言うんですね、うん、だから目的じゃないだろうって言うんですけど言うんですよ。いやその人は外に出たくないから、うんうん不安という感情を作り出しているんです、うんうんうん、これ読んだ時おー、うん、あーって思いましたけど、うんうん、なんでその人はっていうのは鉄人はですよね。鉄人は外に出たくないから、あそうもちろん、うんうん、はい。なんで青年悩んでる青年、うん、その悩んでる青年も友達も悩んでいて、うん、引きこもってるやつがいる、うんうん、まあいじめがあったのか、うんうんうん、社会に出てやっていけないと思ったのか、うんうんで引きこもりました、うん、でそれは青年悩んでいる青年は、うんうん、いやそれは彼がやりたくてやってるわけじゃない、引きこもってるのは、うんうん、引きこもりたくて引きこもってるんじゃない、うん、で青年は言うんですけど、うん、哲学の人は違うと、うん、外に出たくないから不安っていう感情を作り出してるんだよと、うんまあ、引きこもりたいって思ってるから引きこもってるっていうふうに言うんです、うん、で我々は原因の原因があった、うん、いじめられたと、うん、っていうところに住んでいる限り、うん、一歩も前に進めません、うんうん、でアドラー心理学では、うん、トラウマを明確に否定します、うんうん、で自分の経験によって決定されるのではなく、うん、経験に与える意味によって自らを決定する、うん、なんでいじめられたっていう経験にどんな意味付けをするか、うんうん、でそれを自らが決定してるでしょ、うんうん、おなるほどと、うん、で我々は、うん、皆何かしらの目的に沿って生きてます、うん、で例えばじゃあ青年は言うんです、うん、いや何かお店行った時に、うん、なんか腹が立つことがあった、うん、で怒った、うん、っていうのは、うん、違うじゃんって言うんですけど、うん大声を出すために怒ったんですよあなたは、うん、怒りの感情を大声を出すことで作り上げましたよって哲学の人は言います、うん、でその手段として怒りという感情を捏造したと、うんうん、で怒りとは出し入れ可能な道具ですよと、うんうん、コントロールできるコントロールできる、うんうん、でもしかその時に電話が鳴りました、うんうん偉い人だった、うん、もしもしって言うでしょって、うん、そうですよねこうあ社長お疲れ様ですレストランで可愛い子だったら、はい、あいいよいいよ言う絶対言うし、うん、すごい怖そうな人がボンってぶつかってきたら、うん、あ何も言わないすいません謝りますよねあすいませんでも弱そうだったら、うん、痛えなぐらい言うみたいな、うん、だから怒りっていうのは、うん、出し入れがコントロールしてる。コントロールできる。うん、そのカッとなったはない、うん。カッとなったって言ってるけど、実はコントロールしているっていう話なんですよね。うんうん、で、アドラー心理学はニヒリズムの対極にある思想であり哲学です、うん。で、トラウマの議論に代表されるフロイト的な原因論とは、うん、形を変えた決定論であり、ニヒリズムの入り口であると。うんうんうん、で、人は変われるを前提に考えよう。うんうんうん、でここだけで終わりでいいんですけど、うん、第1話はこれでは終わりません終わらないで第2話あごめんなさいここだけでは終わりません第2話でもない第2話でもないで、うん、哲学の人は言います、
変わることの第一歩は知ることにあると、うんうん、で答えとは誰かに教えてもらうことではなく自らの手で導き出していくものであると、うんうん、で青年が不幸なのは幸せを実感できずにいるのであればこのままでいいはずがないよねっていうのは多分よくそのもう先に言っちゃうと自己肯定アドラーでは自己肯定じゃないんですよね自己受容ですと受け入れる肯定はしないけど受け入れるまず受け入れましょう受け入れましょう、はい、で大切なのは何が与えられているかではなくて与えられたものをどう使うかであるとで我々が必要なのはその交換ではなく更新バージョンアップである、エクステンジじゃなくてバージョンアップだよと、アップデートアップデートしようと、で今のあなたが不幸なのは自らの手で不幸であることを選んでから、選んだからだと、確かに今の僕は僕が選んだものでできていますと、でそれを不幸だと思っているなら、変えたらいいこのままでいいはずがないよねっていう話なんですよね、別に引きこもっている人も引きこもってくださいって言われたからじゃなくて、あなたが引きこもったでしょ、っていうことだよと、ちょっとなんで勇気なんですよね、それを受け入れる勇気があるかと、この引きこもってる人はやっぱりこういじめられたとか、はい、そういう何かがあったもん、何かがあるわけです、はい、で引きこもってるところにこうやって言われると多分すっごいそうです、ね、厳しい、要は自分が選んだものだよって言われると、責任は自分ですもんね、でそこをまあ、だからすごく厳しいことを言われて、はい、だけどそこから進むためには勇気が必要だっていう、でまあ、あの黒字であったので説明するんですけど、ソクラテスのパラドックスがある、でそれはギリシャ語で善っていうのは、その日本で善っていうといいことじゃないですか、でもギリシャ語で善っていうのはためになること、で悪っていうのはためにならないこと、なので人によってためになることが、人によっては悪いことかもしれないけど、この人にとってはためになることなんです、なので不幸であることが自身にとっての善だと判断した、から、その人たちは引きこもったり、悪いことをしたりして、だから引きこもることが善、善っていう判断をしたからっていう話です。厳しい世の中に出てくるよりは引きこもってた方が自分のためになるっていう選択をしてそこにいる、はい、なんで童貞の方がいい僕は、で判断したから童貞でいるんですよ、だから女の子を口説いて振られて傷つくよりは童貞の方がいい、であいつブス、あんなやつとはしたくないって言ってる僕の方が傷つかないでいいんです、だって裸で晒すってことはプッてされることもありますしね、そこまでの関係になったらプッてならないんじゃないですかね。まあここで僕のことを話し出すとちょっとそれてしまうので続けます、はい、でアドラー心理学では性格や気質のことをライフスタイルというと、であなたはあなたのライフスタイルを自ら選んだ、あなたの今のライフスタイルはあなたの手で掴んだものですよと、でそのライフスタイルっていうのは先天的に与えられたものではなくて、自らの手で選んだものなら再びもう一回こっから自分の手で選び直すことも可能だよね、であなたが変われないのは自らに対して変わらないっていう決心を下しているからだと、痛い、わかります、僕も痛い。でつまり人はいろいろ不満はあったとしても、このままの私でいることの方が楽であり安心、安心だから引きこもってる、童貞でいる、俺って不幸だよねっている方が安心だからそうやって言ってる、まあ、変わるっていうのは多分リスクも大きいし、はい、大変なことなんですよ。そうなんですよね。で今のライフスタイルをやめるという決心をしようと、でまあ、ここに出てくるんですけど、もしも何々だったらで、可能性の中で生きているうちは変わることはできないよ、
なんか例えばその小説家になりたい、アイドルになりたい、ああなりたい、こうなりたい、っていうのもやらないうちは安心なんですよ。可能性の中で生きていられる。可能性はある。可能性は常にある。なので可能性を求めて動かない限り可能性はずっとあるので、実力を知らなくて済む。動いた瞬間現実になる。現実になる。アイドルになりたいと思ってオーディションを受けても受からないっていう。そう。あの YouTube を始めたところで誰も見てくれないっていう状況になるんですよね。急に現実になる、それが。可能性がなくなる。でそこが怖いんですね。怖いんですよね。で知ることで前に進むことができるよと。要は変わった瞬間、知った瞬間にもう前に進んでいる。進むことができる。できる。で、あなたはあなたの、あなたはあなたのままライフスタイルを選び直せばいい。で、これまでの人生に何があったとしても、今後の人生をどう生きるかについて何の影響もない。だってもうトラウマはさっき否定されてます。それは思い込みですよって話ですもんね。ええ、自分がそれを選んでる。選んでるよ。トラウマだ、トラウマだって言うけど、いやそれってあなたがそうしたいから決心しただけです、なのでそれを言い訳に使ってるってことですね、いじめられたから引きこもってるんだっていうこうみんなに言うことによっていじめられた、ならしょうがないよねっていうようにこう周りにも、でもしその人があの、今のままじゃダメだ、って本当に思うのならばもうな、今までの人生は何も関係ないよ、って言い、まあこれ書いてなかったんですけどタイトルになっていたので言うんですけども、あなたの人生は今ここで決まると、今ここが言いたかったです一冊読み終わったかのような、これでも一冊なりそうですよね。これがアドラー第1夜です、で青年は、はーって終わります、第一夜。多分これみんな同じことを思うんじゃないかなって。これは、その人、まあライフスタイルなんて、性格気質のことをライフスタイルって言ってますけども、自分どちらかというと私は若干ネガティブに考える人間、多分結構ポジティブに考える。ポジティブに考えるけど、このこれは結構思い当たりますか？思い当たりますよ。例えばその囚われみたいなのがあるわけじゃないですか。人には人にはなんか例えば不安が強い人がいたりとか、で逆に僕不安をポジティブで隠してる感じ、なので逆に行動しなかったりすることもあるじゃないですか。大丈夫やらなくても。あ、やらない理由はそこなんですか？やらない理由はそこなんです。怖いとかじゃなくて、いや僕まさしくこれとても当てはまるのが、可能性の中で生きていられる。だから僕もそこですよ。やってることは一緒なんですね。やってることは、ね、感じてることは違うかもしれないと、この同じ言葉を同じなんですよ。可能性の中で生きてる。ネガティブに考える人も、ポジティブに考える人も、そのポジティブにこの可能性の中に生きてる。ネガティブに可能性の中に生きてるっていう部分で、多分同じかなっていう。その僕の場合やっぱり何かを、要は、18、19まで彼女いなかったんですけど、高校の時とかも、あの人気者だっていうのは若干中であったんですけど、付き合ったことはなかった、深く、っていうのはやっぱり振られるのが怖いんですよ。それはでも僕も振られるのは怖いで、だったらの友達と遊んでた方が楽しいじゃんみたいな感じのこと。要は変わる、要はその関係性がなくなるじゃないですか、告白した瞬間に関係性がなくなるとか、その例えばじゃあお笑い芸人になりたい、でオーディション受けに行って落ちた瞬間に現実を知るわけですよね。そこでダメだ、自分のレベルを見せつけられる、で動けないっていうのもあるんですけども、なんでその何かなりたいものがあったら動きましょうよ。動きましょう。だから僕もこうああいうことしたい、こういうことしたいっていうのはこう結構頭の中で思い浮かぶ、けど実際に動かないこともたくさんあるわけ。それはなんか忙しいとかっていう理由をつけつつ、なるほど、そうっていうのは、まあこの辺まだでもあれの可能性は残ってるわけじゃないですか。挑戦いろいろ可能性は残ってます。そう、可能性の
可能性はいくらでもあります、ね、そう、残してた状態で忙しいとか、はい、なんか大変だとかっていう理由をつけて、はい、それがこう不安だから怖いからとかっていうよりはそっち側ですよね、見ないようにしてるみたいな、はい、っていうところで、まあ、多分だから思い当たるところは全部引っかかりますよ。なんでその、うん、今、うん、幸せを実感できてない、うん、このままでいいはずがない、うん、うん、だったら、うん、選び直しましょう、そうそうそうっていうのが、うん、まだ第1話で第2話に続きます。続きます、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました、はい。